リーズ公爵は、かつて存在したイングランド貴族の公爵位。初代カーマーゼン公爵トマス・オズボーンが1694年に除されたのに始まり、以降12代にわたって継承されたが、1964年に継承者が耐えて廃絶した。リーズ公爵オズボーン家の紋章初代リーズ公爵、トマス・オズボーンの肖像がオズボーン家で最初に称号を、 受けたのは、エドワード・オズボーンである。彼は、イングランド議会の庶民院議員を務め、六百二十年七月十三日に、順番社位を与えられた。その息子である、第二代順番社サートマス・オズボーンが、一気に公社まで昇進した人物である。彼も庶民院議員として、政界入りし、六百七十三年に、チャールズ二世の徴用により、オークラ教に任命され、 1678年に議会から弾劾されて失脚するまで国政を主導した。議会内に与党勢力、宮廷派を形成することに努めた人物として知られる。名誉革命にも尽力したため、革命後の国王,王ウィリアム三世からも信任された。その間、釈位を次々と与えられ、1673年2月2日には、スコットランド貴族釈位。 パース州におけるダンブレインのオズボーン死六1673年8月15日には、イングランド貴族爵位。ヨーク州におけるダンビーのラティマー子爵と、ヨーク州におけるキバートンの第5代オズボーン弾六1674年6月27日には、ダンビー白六1689年4月9日には、カーマー全校尺。そして1694年3月20日に、 リーズ公爵に除せられた。初代公の死後、これらの爵位は、初代公の男系男子によって継承されてゆく。五代公フランシス・オズボーンは、第一次ショーピット内閣において、外務大臣を務めたことで知られる。五代公の最初の妻であるアメリア・ダーシーは、議会召集令状による、イングランド貴族爵位である、ネイスのダーシー女男爵と、コンヤーズ女男爵を継承していた。 そのため、五代公とアメリアの愛の子である六代公、ジョージ・オズボーンは、母の死後にこの二つの男爵位を継承した。さらに六代公の死後にはその長男である七代公、フランシス・ダーシー・オズボーンに継承されているが、七代公には、子供がなく、七代公の死後、リーズ公爵位は五代公の次男初代ゴドルフィン男爵、フランシスの長男、 第2代ゴドルフィン男爵ジョージ・ゴドルフィン・オズボーンに継承され、一方ダーシー男爵クライとコンヤーズ男爵位は6代以降の娘の子であるサック・ビル・レーン・フォックスに継承された。したがって8代以降の当主は、ダーシー男爵クライとコンヤーズ男爵位を持たず、代わりに連合王国貴族爵位、ゴドルフィン男爵を所持している。その後、十一代以降まで八代以降の直系で、 相続されたが、11代子ジョン・オズボーンには、娘しかなかった。そのため彼の死後には、初代ゴドルフィン男爵、フランシスの三男シドニー・ゴドルフィン・オズボーンの孫である、ダーシー・オズボーンが12代、リーズ公爵位を継承した。しかし彼も就職から1年足らずで子供なく死去した。他に継承資格者はなかったので、12代子の死を、持って、 リーズ公尺くらいとすべての不随尺位が廃絶となった。ありがとうございます。